妹からの最後のメール。妹からの最後のメールを見て、命の尊さ、いなくなって残されたものの悲しみがどれほど苦痛かを実感します。白血病に侵され、親、兄弟でも骨髄移植は不適合でドナーも見つからず、12年間苦しむだけで短い生涯を終えました。14歳でした。妹が2歳半の時に微熱が続き、 病院に行った時には白血病と診断。その日から母は毎日病院と家を往復する日々が続き、大型連休で家族揃ってレジャーに行く日なんてありませんでした。妹の面会が我が家の大型連休の消化日課でした。妹がいなければ遊びに行けたのに。当時は妹に憎しみさえ抱いたほどです。両親が 妹ばかり世話し、愛情をいっぱい注いでいる姿に嫉妬したんでしょうね。その妹が亡くなって2年、両親は抜け殻が取れたような静けさです。私もですが、1999年の12月中旬、妹が突然、携帯電話が欲しい、と言い出しました。私がメールばかりしていたので欲しくなったんでしょうね。もちろん、 大急ぎで買いに行きましたそしてイブの夜に携帯電話を渡し一緒にメールの送信方法も教えてやりました私が家に帰る頃には午前0時を過ぎクリスマスを迎えた寒い夜になっていました寝ようと思ったら妹からのメールです「さっきはイブだったけど今日はクリスマスだよ迷惑ばかりかけてごめんねお兄ちゃん ありがとう。その時、母が息を切らして階段を上がってきて病院に行くから支度しなさいさっき別れたばかりなのにまた行くのなんでと思いました病院に着くとさっきまで元気だった妹が顔に白いクロスをかけられて亡くなっていました後で看護婦さんに聞いて分かったことなのですが携帯電話を強く握りしめて 話すのに大変だったとそれを聞いて涙がたくさん溢れてきました。妹の携帯電話は解約しましたが2年経った現在でも遺影の横にそっと置いてあります。妹は私にだけはきちんとお別れしていきました。天国でも携帯電話が使えるといいなぁ。